北海道行きます。夏休みはあの鳥羽に楽しみ。今日名古屋市内でおよそ70人の方々に夏休みの旅行計画について聞いたところ、およそ30人が旅行するという結果に。ディズニーに行こうかなと。行き先は国内では北海道が6人と一番多く、次いで東京、岐阜、長野の順でした。一方海外は、フィリピンに行きたいと思ってます。海を泳ぎたいですね。その他韓国旅行を予定しているという男性も、この夏はコロナ禍前の状況に戻りつつあると言えそうです。こちらは今日午前の三重県伊勢市の旅行会社。職員の皆さんは夏休み期間に行うツアーの集合場所の確認など電話対応に追われていました。コロナの一番最初の緊急事態宣言の時は本当1ヶ月1台もバス動かないとかって状況だったので、それに比べるとまあ半分ぐらいまでは少なくとも確実に回復してるかなっていう。人気は4年ぶりに開催する予定の花火大会のツアー。今月28日の鳥羽港祭りは37人の予約枠がすでに埋まっていて、現在キャンセル待ち。来月17日の熊野大花火大会は98人の枠に対し残りはわずか3人分。その他のツアーも軒並み好調だということですが、今まで旅行支援があるから、まあ、あのバスツアーに参加してたんですとかっていう方がもうこれを機に離れてしまわないかなっていうのが一つ心配。これまで観光業界の大きな支えとなっていた全国旅行支援について、個人旅行などに関しては先月末で多くの自治体で終了。今後コロナ禍前の状況に戻すことはできるのか、勝負の夏になりそうです。支援があって今までこうやって復活してきた流れもあると思うので、なるべく柔軟な対応をしたいなというふうに思ってます。 JTB の調査では今年の夏休み期間、国内旅行に行く人は全体で7250万人と推計され、コロナ禍前の2019年並みと予想されています。一方海外旅行は2019年に比べて4割程度のおよそ120万人と予想。韓国や台湾などが人気とのことです。さらに私たちが訪ねたのは鳥羽市の老舗温泉旅館戸田屋。この夏休みの予約状況は好調です。昨年あるいはその19年度比て比べてもですね、あの予約の状況は約1割からはですね上回ってるんで。コロナ禍の2020年は年間40日間の休業を強いられた戸田屋。この夏はコロナ前を上回る予約が入っていますが、大手旅行会社の一部だと思います。まあ、全体的に見るとまだまだあの2019年には及んでないなという感覚がしております。鳥羽市観光協会のトップの寺田社長は、業界すべてが笑顔になれる夏ではないと気を引き締めます。その鳥羽市といえば、平日の今日も多くの家族連れでにぎわっていた鳥羽水族館。この地方が誇る水族館もコロナ禍の2020年の入館者数は例年より30万人ほど少ない53万人でした。去年は旅行支援などの恩恵もあり101万人と盛り返しましたが、この数字を維持できるか勝負の夏に。行動制限もかなり緩和されてきてますので、ぜひあの3世代であったり多くのご家族の皆さんと一緒にあの旅行をお楽しみいただけたらなというふうに思います。岐阜県高山市です。平日にもかかわらず外国人を中心に多くの観光客の姿が見られます。代わってこの地方を代表する観光地
高山市。朝から多くの観光客が訪れていました。山梨です。私は神奈川です。コロナの時とかっていうのはそういう県外への、いや一切しなかったですね。茨城から。何年ぶりだろう。もう 3、4年。コロナ前ぶりっていう。そうですね。中でも多かったのは外国人観光客です。 From Taiwan. Shopping. France. That it was a nice place. And the United States. Good people. Yeah. 高山市はコロナ禍前の2019年におよそ473万人もの観光客が足を運んでいましたが、2020年は230万人、2021年は195万人と大きく落ち込みました。そして去年は309万人と戻しました。市によりますと、今年は去年を上回る見込みだといいます。そんな中、地元の店舗は、コロナ禍入って、うちも休業させていただくぐらい、もう本当閑散と、ここから夏休み、3連休夏休みと入ってくるので、そこら辺は期待はしてますね。不安っていうのは正直、思ってないです。コロナ禍前は多い日で1日6000人もの客が来ていましたが、コロナ禍では数百人程度に落ち込み、今後客足が戻ることに期待を寄せています。一方、老舗旅館では、ここが個室の食事所で、祭林と申します。本陣平野屋。もともとこちらのスペースは大規模な宴会場でしたが、現在は個室の飲食スペースに様変わりしました。もともとは大宴会場でございまして、コロナ禍で団体のお客様の客足がかなり遠のいてしまったということもありまして、個室の食事処を作りました。アフターコロナを見据えてのシフトを取り、夏休みシーズンに期待します。7月8月についても今の時点でも8割9割ぐらいまで稼働は来ていますので、今までのお客様はやっぱりコロナに対する不安を抱えながら心から楽しんでいただけてないんじゃないかなという、今年はかなりそこの風向きも変わってきているので、お客様にこの夏をエンジョイしていただけるんじゃないかなと期待しております。